はい、お待たせいたしました。本日一つ目のプログラム、あなたの知らない保健医療学部。志望校選びで悩んでいるそんな皆さんに向けて、保健医療学部の各学科の先生に登場していただきまして、北海道科学大学を受験しようと思えるような決め手となる情報を引き出していこうと思います。本日保健医療学部について情報を聞き出してくれるのはこの方、ご紹介いたしましょう。北海道科学大学のオープンキャンパスプロデューサー、ニュースタンダード藤井勝人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてこのコーナーの主役、保健医療学部の各学科の先生にお越しいただきました。皆さん今日はですね、お仕事のユニフォームを着ていただきましたけれども、かっこいいですね皆さん。ではお一人ずつ紹介していきましょう。看護学科、市川正人先生です。はい、皆さんこんにちは、看護学科の市川です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。続きまして、理学療法学科、川島恵子先生です。理学療法学科、川島です。よろしくお願いします。お願いいたします。続きまして、技師装具学科、早川康之先生です。こんにちは、早川です。よろしくお願いします。お願いいたします。続きまして、臨床工学科、渡辺翔太郎先生です。はい、よろしくお願いいたします。はい、臨床工学科の渡辺です。よろしくお願いします。はい、そして、診療放射線学科、大場久照先生です。はい、こんにちは、診療放射線学科の大場です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日は以上の5名の先生方にいろいろとお話を聞いていきましょう。はじめに保健医療学部についてまとめた紹介ムービーがありますのでご覧ください。それではどうぞ。Thank you.
はい、いかがでしたでしょうか。かっこいい映像ですよねこれ。そうですね、誰も出てませんなかなかスタイリッシュそうですね、はい、では早速、そうですね、始めていきましょう。じゃあ、はい、始めさせていただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の趣旨は、まあ、その受験生の皆さんが、まあ、見てるというところなので、大学を決定するにあたって、まあ、基本受験生の皆さんというのは、まあ、偏差値、大学の立地、あるいはその学費ということがその要因になって、でどこを受けるかとかっていうところが決まっていくと思うんですけれども、まあ、それを超える、北海道科学大学のその保健医療学部のその、はい、なんていうか、ここは他に負けてませんよっていうところの部分だけを抽出して話したい。だからホームページで調べられるようなこととか、あるいは資料が送られてきて分かるようなことは避けて、それ以外の部分で勝負していただきたいと。それで、この数十分間の間で、あ、ここいいなとぜひ思わせていただきたいと。で、受験生の人は、まあ、そこのところをちょっと強豪校のところと、聞き比べていただいて、それで判断していただければなというところです。だからその辺、各学科の売りの部分をしっかりと伝えていただければなと思います。はい、で早速ですが、その一番受験生、あるいはその受験生の保護者の方々っていうのが聞きたいと思っている、その、まあ、科学大学、今日見ていただいているということは科学大学も視野に入っているっていう人たちが多分見ていただいていると思うんですけど、強豪校とここが違う、あるいは比べてここが強み、ここがオリジナリティっていうところを各学科の先生方、じゃあどうぞ、どなたか。はい、はい、じゃあ理学療法、はい、理学療法学科では教員が今14名いるんですが、そのうち10名が理学療法士の資格を持っている教員で、さらにその中の6名が実務科教員といいまして、臨床経験が豊富な教員がいます。その他にも研究に特化した教員というところで、まあ、東大の研究所にいらした、はいはい、教員もいますし、まあ、特許を取っている教員もおりまして、実務と、まあ、研究教育がかけ離れていないような内容を提供できるというところが1点と、やっぱり数、教員の数が14名で定員が学生40名なんですが、はい、ある大学ですと、まあ、学生80名に対して教員が18名というところもありますので、数的にも十分な教員数が揃っているというところが一番メリットがある点かと思います。なるほど、はい、ある大学が出てきましたねなるほど、じゃあもうそういう行き届いた教育ができているというところと、臨床経験というかね、要はその病院の経験がある人たちと、あとその研究している人、まあ、東大まで出てきましたけども、はい、そういう先生方がいらっしゃって、はい、その両方バランスよく、はい、そうです、幅広い内容を提供できると。なるほど、はい、ということらしいんですが、他の学科の皆さんどうですか。はい、はい、じゃあ技術総具、はい、技術総具学科なんですけど、大体学生さん自分手先が器用なので、ものづくりができるから、この職選んだという、学生さん多いんですけど、技師総合士ってそもそもそうではなくて、はい、まず患者さんの状況を見て、それから、本人がどういうことを望んでいるのか、その聞き出して、それから、将来どういうことまでできるのかというのも判断した上で、いろんな義手のだとか義足のデザインをしていくんです。例えば普通の義足もある、義手もあれば、こういうような完全にこう手の形をしたようなものですね。こういったものもあって、これはもうご本人の希望、それからどういったところに使うのかというのに、合わせて作っていきます。そうするとやはり自分たちだけでは判断も評価もなかなか難しいので、チーム医療としていろんなこう医療スタッフと、関わりを持ちます。その中では例えば理学療法学科の、先生方にも授業に入ってもらって、実際にその患者さんの評価をするですとか、それから、作った義肢装具を使って、歩いていく、あるいは使っていく時の評価をする、こういったところにも、チーム医療という連携ができる。これは他のところでも多分チーム医療という話をしていると思うんですけれども、実際に運営をしているやっている学校というのはそんなに多くはないのかなというふうに考えています。ちょっともうちょっとちゃんと見せてもらっていいですか。かなりリアルな
カメラさん寄れますか。どうですか。はい、本物かと思って、はい、すすきのに落ちてたらびっくりしますね。はい、なるほど。じゃあチーム医療、はいはい、チーム医療、まあ、結構キーワードになってるみたいですけども、はい、受験生の皆さん分かるのかな、チーム医療って言って。要は他の学科との連携、他の、そうですね、医療の中での他の学科との連携、はい、まあ、実際病院の中ではそういうようなことが行われているっていうところを、はい、その学校の中で経験できるようなところがあるっていうことですね。自分たちの得意分野をそれだけでやるんではなくて、いろんなところと連携して、より 1+1 を2じゃなくて3とか4にもしていくという、ね、そういうようなチーム医療のがいいのがチーム医療ですね。なるほど、はい、あります。他には、看護会ですか。はい、はい、今医療の現場ではICT、 いわゆる情報通信技術なくしてはもう語れないというぐらい、いろんなものが入っていますけれども、ICT に関してはね、本学の場合もともと北海道工業大学という大学でして、もう工学系はお手の物ですね。で、看護学科の場合もどんどんそういった技術を授業演習などで取り入れてます。で、例えば今日お持ちしたのがこちら iPad なんですけども、はい、本学の看護学科で使っているのはこれ iPad に入っている教科書なんですよね。で、教科書は基本的にはほとんど全て、iPad で、この中にパラパラと、今これ本棚のページですけど、全部教科書です。そうです、これ一個一個が教科書41巻全部で入ってますね。で、こうタップしていくと、こうやって紙の教科書のようにこうめくっていけたりとか、はい、でただこれだけだったら紙の教科書と何が違うんだって話ですけども、うん、まあ、動画でね、実際にこう主義なんかを確認したり、あとは子どもの発達なんかってなかなか紙で読んでもわからないじゃないですか。主義って何ですか。ですね、例えばベッドをね、きちんと患者さんのためにシーツを敷こうって言っても、やはり専門的なシーツの敷き方なんてのもあるんですよね、はい、あるんですね。そういったものがなかなか紙の教科書でイラストとかで入ってても分かりづらい部分を動画で一緒に見ながらやってみたり、はい、うん、そういったこともできたりとか、ね、しますね、うん、あとはもう国家試験対策 の、ね、問題集なんかも中に入ってますし、で学内全てではないんですけど、大体看護学科の使う教室は Wi-Fi が飛んでますので、多分高校生さんだとね、授業中iPhone とかいじってると怒られちゃうと思いますけども、逆にも本学科の学生は授業中もどんどん、はい調べて、はい調べて、で授業の出席なんかも iPad で撮ったりとかしてますので、どんどんこういったものを使いこなせるナースになるかなと思います、ね、なるほど。実際現場でも使ってるところとかあるんですか。はい、そうですね、だいぶ例えば今も患者さんに病状を説明するのは iPad でこう動画を作成したり、プレゼンテーションのものを利用して使ったりなんかもしていますので、まあ、やはりこういったものを在学中から使いこなせるというのはかなり強みになるかなと思います。なるほど、はい、飛んできましたよ。教科書会社の前所ではありませんが、はい、じゃあ臨床工学科はどうですか。はい、本学科ですけれども、まず、現在、臨床工学士の養成として大学として開設しているのは、本学だけです。北海道内ですね、うん、ですので、臨床工学に密接した研究が行えるというのが一つの強みです。なるほど。で、実際に、大学内での研究だけではなくて病院とタイアップして共同研究を、しています。まあ、そこが、強みでもありますし、あと、本学科は、臨床工学士の養成を始めて15年目になるんですけれども、もともと北海道工業大学工学部の中で開設したというところから、はい、やはり工学的な、電気回路ですとかコンピューターといった、医療機器を語る上で必要な工学知識というのを重点置いております。で、なかなか、まあ、国家試験でも、工学的なところ出題されますし、やっぱり学生さんにとって結構苦手意識があるんですけれども、そこのところをやはり、サポートしていく、重点を置いてサポートしていくというところに、重点を置いております。なるほど。結構臨床工学に関してはその工学的な要素も必要になってくるけれども、工業系の大学だからゆえに、はい、その分野に関して長けてるよっていうことですよね。はい、なるほど。その現場だけじゃなくてその開発とかそういうものも含めてってことですよね。もちろんそうですね、はい、そういう面で他の学科でメリットがあるっていうところはあるんですか。ここの大学、北海道科学大学に関しては工学部もあるし、医療学部もあるしっていう、保健医療学部もあるしっていうところなんですけど、はい、はい、うちでは理学療法学科ではまあ、工学部の教員と合同に開発しているというものがありまして、あるんですね。はい、一つはまあキネクトという、まあ、
動作を分析する機械なんですけれども、はい、それで、まあ、コンパクトで持ち運びが便利なタイプのものを一つ、はい、あとはインソール開発といって、まあ、靴の中敷きですね、うん、あの歩いた時に足が痛い膝が痛いという方いらっしゃいますので、うんはい、そういった方が、まあ、痛みを軽減しながら歩きをサポートできるようなものを現在開発中です。それ工学はどこの学科とやる感じなんですか？それいろ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 と言いますか、はい、工学部のいろんな学科の教員と共同になってますね。あ、なるほど。じゃあ 誰って言ってたじゃない感じで、グループになってます。なるほど、ね、はい、なるほど。じゃあ、まあ、この大学においてはそういう研究も今後進んでいくんですかね。その工学と医療っていうところが併設してるというか一緒になってるからこその研究っていうものも進んでいく、はいでね、ということも他との比較対象としては、まあ、メリットとして捉えていいんじゃないかってところですね、はい。あとないですか？あ、忘れてました。忘れてました。いつ来るんだと思って。診療放射線、診療放射線ですね、はい、じゃあちょっと端的に申し上げます、はい、まず1点目は、まあ、ちょっと理学療法学科さんからも話があったと思いますけども、その教員の数ですね、診療放射線技師免許を持っている教員の数が、まあ、14名中11名持っているということで、うん、これは近隣の他大学ですね、はい、まあ、名前を挙げるとすると北大とか弘前大学とかなりますけども、まあ、そこに比べると、まあ、技師免許を持っている教員が多いんで、うん、まあ、臨床現場のことをしっかり伝えられると、なるほど、どういうニーズがあるかというのをしっかり伝えられるというところがポイントですね。でもう1点は、あの北大病院の、まあ、技師長、それから札幌医大病院の技師長、はい、経験者が教員としてあの配置していますので、はい、まあ、よりその現場に即した、まあ、教育体制を敷いているということで、就職に関しても、まあ、全面的にバックアップできるということをお約束しましょう。あ、自信がある、はい、相当自信がある。なるほど。いやでもすごいですね、ちょっとね、うん、あとはどんどん出してみてもいいですよ。どんどん、はい、それでは技師総合学科から、はい、あの先ほど理学療法学科の川島先生からもありましたけど、工学部との、研究の連携っていうのは単に教員だけじゃなくて、卒業研究のレベルでも実際に学生が工学部の先生に相談に行ったり、それから、外の企業、例えばあの道の工業試験場さんのところに直接、工学部の先生を介して、お願いしに行って、そこでいろんな指導を受けたり、そういったことも実際の技師総合のあの学科の中では、卒業研究として学生が行っている、そういう卒業研究のレベルでも、この学校のメリット、つけるメリットを生かした、研究が行われているというのが現状です。なるほど、うん、若干受験生にとってはちょっと先の話すぎるかもしれない。もっと手前の話が欲しい。手前の話もっと引きの強いことがあるはず。はい、そっか。そうするとこれですかね。あ、何ですか。はい、またいろんなの出てきますけども、また出てきた、はい、違うのが、はい、これX フィンガーって指先が、うん、X フィンガー、はいはい、手が、手のここから先がなくなってしまったような人、あるいはこの指のこの部分からなくなってしまった人の、機能を生かすような義手になります。ちょっとこう手首を曲げればこうやって動くような感じですね。なんか見た目もすごいいいですよね。なんか、はい、なんていうんですか、こうテクノ未来的というか、なんか、ね、ちょっとあのちょっとロボっぽいですね。ロボっぽい、うん、ターミネーターですよ。ターミネーターが、はい、うん、なります。で今、これはあの私がこう無理にやれと言ってるわけじゃなくて、学生は自ら、うん、あのやりたいって言ってるんですけど、この機能ちょっとかっこよくて一見使いやすそうなんですけど、まだまだいろんな問題点があるので、それをうちの学生が解決していこう、でそういったものをこれからやっていこうということで、実際にこれを作ってるあの会社さんにも、直接アポを取って、いろんな指導を受けたりだとか怒られたりだとかしながらどんどん進めている、こういったものもあの学生のうちから開発に携わると、はいはい、これはもう今2年生と4年生が2年生から4年生が中心なんですけども、学科の学年を超えてですね、いろんな研究開発っていうのを進めていく。なるほど。こんなことを他にも、いろんな開発もやってます。なるほど、はい、じゃあ開発できれば北海道科学大学技師総合学科バージョンみたいなものができたりとかってこともあり得るんですか。はい、まあ、商品化したりっていうことも含めて、うん、目指してねやっていきたいと思いますよね。なるほど、はい、他には
まあ、例えばその工学部との連携っていうところですと、今あの研究の話、教育の話出ましたけども、課外活動の一環でもね、活躍している学生がいるんですね。例えば本学の場合、夢プロジェクトというのがありまして、学生があの企画をして、それをプレゼンをして、でそれが認められたら、なんと大学からその活動のためのお金がもらえるという素晴らしい制度があって、でそれを活用しまして、工学部の学生と看護学科の学生が実際に車椅子のタイヤを自動で洗浄するあの装置を開発しまして、でそれを実際にあの医療というか福祉の施設の現場で使っていただき、またその感想を聞きながらフィードバックしながら、あのまた改良を加えている、そんなあの研究も学生同士が主体的にやったりもしています。はい、なるほど。他にありませんか。どんどんじゃあします、はい、じゃあ診療放射線学科ですけども、はい、また他大学との設備の面で比較、はい、設備の面で比較しますと、まずはその MRI 磁気共鳴画像診断装置ですね、はい、これが、まあ、この北海道それから東北地方を見ても、まあ、新しい新品の MRI を導入しているのはうちしかないと、うん、さっき出てましたね、映像にもね、そうですね。でそれを使って、まあ、学生の、まあ、実習実験それから、まあ、卒業研究等々で、まあ、使えるという環境を整えていると。まあ、場合によっては工学部の学生も、まあ、卒業研究で使えるような環境も整えているということで、まあ、そこが一番のやっぱり売りですかね。なるほど、はい、なるほど。設備っていう面で他の学科はないんですか。なんかそういう臨床工学科では珍しいんですけれども、はい、クリーンベンチという無菌操作のできる、施設がありまして、まあ空中に浮遊している塵ですとか、はい、環境微生物っていうのが入らないような設備がありまして、まあ、そういったところで研究ができるというのが臨床工学科内では珍しいかなと思っております。で現場で、まあ、そういった感染制御というところで医療機器を介した感染というのが危惧されているんですけれども、はい、なかなか現場サイドでそれを定量化できないという問題がありまして、まあ、それを本学の施設に持ち寄って研究をしていたりですね、まあ、そういったところが、もあります。なるほ ど,、はい、るほど。あとは、はい、あとは、はい、はい、義肢装具と理学療法学科で、共同で使っているものなんですけれども、あのゲームでのバーチャルリアリティの時に使うような3次元のモーションキャプチャー、この機械が実際に稼働しています。でこれは他の学校でも あることはあるんですけども、距離として30メートルぐらいのですね、歩行路計測できる空間を持っているのはおそらくうちの学校というのは、日本国内でも有数のものになると思いますし、カメラの台数ですとか、も多いのでより正確にデータを取ることができてきます。まあ、30メーターっていうと、実際のスポーツの現場ではですね、非常によく使われるようなものですし、です。まあ、そういったところでは、国内すごくこう学生も実際に使っているのでね、有意義な学校生活が送れるところで誇れると思います。なるほど。一つ補足があるんですが、はい、今のちょっと話の装置なんですけれども、はい、まあ、理学療法学科ではスポーツ選手のサポートというのもしていまして、はい、実はモーグル選手に対して今の装置を使って3次元での動作解析を行って、まあ、そういったサポートをしています。まあ、それによって、まあ、実は、まあ、最近ですけれども全日本の選手権ですね、それで1位を取得できたという選手の方もいらっしゃるので、まあ、充実したサポート体制、またそのサポートに対して学生も参加できてますので、もう学生のうちからそういうスポーツ選手のサポートもでき、患者に対する対応もできるというようなことが盛りだくさん経験できます。やっぱりなんか社会との接点とかそういうところがやっぱりね、医療だとなんかこうあった方がいいんですかね。やっぱりその早いタイミングでいろいろなところとの接点を持つっていうことがなんかこう早く習得したりっていうことにつながっていくっていうところでメリットって言えることなんですかね。やはりあの人と人の関係ですので、確かに知識や技術を身につけるというのはとても医療職にとっては重要なんですが、はい、やはり医療人としてのマナーですとか、まあ、態度、そういった面も当然コミュニケーション能力も身につけるということが重要ですので、学内だけではなく、まあ、一般の方、学外の方ですね、それぞれに対して接することでそういうことが身についていくかなと思います。なるほど、わかりました。あとはないですか。大丈夫ですか。強みありますよ。あります、はい、はい、どうぞ。診療放射線学科ですけど、はい、今度よく、ね、聞かれるのが臨床実習、
を先をどこでやるかって必ず聞かれるんですよね、はい、それ臨床実習っていうのはさ病院に行くってこと？病院に行きますね。病院に行って実習を数ヶ月間受けて戻ってくるんですけども、はい、それをどこでやるかと、はい、でお宅の大学は遠いとこ行ってお金かけていかなきゃいけないんですかという話が出てくるんですけども、はい、そうじゃないと。そうじゃない、そうじゃないと。うちは札幌医大を中心、札幌医大病院を中心にして、まあ、札幌市と小樽市の医療機関11病院で行いますんで、だからそこはまあ専門学校とか、まあ、まあ某大学とかと同じような環境でちゃんと実習体制を整えてるということですね、はい、なるほど、だからそんなお金かけて遠く行く必要ないと。なるほど、うん、これは近所でできると。できると、はい、はい、それが強みです。はい、はい、分かりました。これ技術総合ないですか、はい、他にいろいろとまだあります、はい、ちょっと遠慮してましたけど、はい、ちょっと巻きで、はいはい、一つはアメリカの研究所にいた教員が実際に今の中で働いているので、教育内容っていうのもグローバルな視線で、これからどん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 変えられる、変えていこうとしています、うん、でそういった部分では今、受験 を目指そうとかなって考えている、学生徒さんにとっては一つの選択の基準になるのかなっていうこと、それから、はい、教員自体がもういろんな特徴を持っているので、例えば、動物の義足を作っている先生がいたりだとか、だからパラリンピックのを目指すアスリートの義手を作ってる、うん、それも、学生が一緒に共同で開発制作に携わるので、学生 の立場になってる学生の時から、うん、パラリンピックだとか動物の義肢装具というのにも携わることができる、こういったのがすごい救えるメリットだと思います。動物あんまり聞かないですね。動物なんか面白そうですけどね、はい、もう犬もだいぶ高齢化になってくると、腫瘍で切断することが多くなってくる。怪我とかじゃなく。そうですね、うん、で今はもう今までは肩のところで断歯というのをやって、はい、しまってたんですけど、そうじゃなくて、前足もちゃんと残して少しでも、うん、自由に歩けるようにしようと、はい、動物の、生活の質の向上ですね、それを目指してます。なんか新しいな、それは。結構面白いです。面白そうです。はいはい、実際に来て参加学生でとして、アプローチしてもらうのもすごく面白いかなと思います。なるほど、分かりました。じゃあですね、ちょっと次のテーマにいきますが、もう保護者の方、今日見ていられる方の保護者の方が、まあ、目的としていることといえば、まあ、基本的には就職で、就職なんだけど就職を見てると思うんですよ。で就職見てて、就職に向けてのサポート、あるいは保健医療学部で言えば国家試験に向けてのサポートっていう体制っていうのは非常に気になるところだと思うんですけど、そこら辺は皆さんの学科ではどういうような取り組みをしているか、あるいはどういうふうに進めようと思っているかっていうのをちょっとお願いします。どうぞ、はい、じゃあ、はい、理学療法学、はい、ですね、まあ、学生に対するサポート体制というのは、まあ、先ほどありましたように教員がまず充実しているので、でききめ細やかにサポートができるという点がメリットがあるかと思います。そして教室自体がゼミ室という学生が自由に勉強できる部屋が真ん中にあって、その周りに教員の部屋があります。これは保健医療学部そういう作りになってますので一種共通なんですが、そうなりますと学生さんが質問あったときに自由に教員に聞きに行けますし、教員の方も学生が何しているかっていうのがガラス張りになってますので、お互いに見える、また教員同士も情報交換しやすいので、誰が何をしているっていうのも情報が入ってきますし、そういった面では学習だけではなく生活面に関してもいろいろサポートがきめ細やく役になれる体制できます。近いんですね。はい、そうです。学生と、はい、教員の距離が近い、教員の距離が近いということですよね、はい、それはでも他の学科さんでも同じ構造ですもんね、うん、はい、建物の構造は、ね、僕も見ましたけど、はい、本当にガラス張りですもんね。はい、はい、あとはどこは、はい、はい、じゃあ就職というところですけれども、まあ、うちの学科では、12期生まで卒業生がおりまして、でそのうちで、国家資格を取得して卒業したのが330名ほどいるんですけれども、はい、まあ、就職先としては札幌市内はもちろんですね、旭川、帯広、函館、その他主要都市
の実績があります。あとは、東北からですね、本学に来て、方もいるんですけれども、まあ、地元の病院に勤めて戻って勤めているというような、学生もいます。ですので、まあ、就職した際には本学科の OB、OG がいるような環境がもう整っているというところですね。なるほど、はい、なるほど。じゃあ就職に強い、そうですね、って言っていいんですかね。はい、大丈夫です就職に強いということ、はい、次どなたが。はい、看護学科です。はい、看護学科の場合はですね、皆さん、なんとなくね、誤解している部分もあるかなと思うんですけど、実は看護学科に入って看護学科を卒業しただけでは看護師さんになれないんですよね。国家試験がありまして、せっかく卒業してもその国家試験に落ちてしまったら、ちょっと詳しい、看護に詳しいただの人なんですよ。なのでぜひね、皆さん、高校生の皆さん入学したらしっかり勉強していただきたいんですけど、その、指導体制もやっぱり万全に看護学科としては当然整えております。で、特に1年生のうちから国家試験というものを目標にというか、視野に入れて、学生もですね、1年生のうちから学生の中に国家試験対策委員というのを設けまして、でその委員のメンバーを中心に年間 の模擬試験、1年生からもうやってるんですけども、そういったものを組んでいきまして、どの時期にどのテストをやって、でその成果をもとに教員から指導を仰ぎながら、学習を続けていくというようなスタイルを取っております。また先ほど紹介した、こちらの iPad の、国家試験の問題集なんかも行き帰りの電車バスのちょっとした時間でですね、これで解いていきまして、でもうちょっとした時間も有効に、国家試験に向けてということでやっております。なるほど。で本学科の場合まだ3期生までしかいませんので、はい、卒業生の実績、国家試験の実績というのはないんですけども、はい、当然 100% 言っちゃいましたけど、ね、これ在学生も見てると思いますけど、はいはい、合格率も当然 100% を目指して、はい、なるほど、力入ってやってますので、市川のとこに来ればそうですね 100% を保証すると、はいはい、言い切っていいですね。もう、はいはい、多少泣きながらでも。わかりました。やってお約束ということで、はい、じゃああと二方ですかね。どうぞ。はい、技師総学サポート体制、ね、はい、サポート体制ね、はいはい、技師総学科の就職に関してはよほどのこと、今までの経験からするとよほどのことがない限りは、ほぼ 100% になります、就職は。じゃあ技師総学科に通えば、はい、就職は 100% いけると、断言しましょう、はいはいはい、ただしちゃんと自分で人に表現をできるということは大前提、友達、人とのコミュニケーションを取れる、そういった人であれば 100% いけると思います。なるほど。ただ就職先に関しても、それに就職先も単に技師総具だけではなくて、はい、私たちの職業っていうのは機械と人間の接点部分をうまく接合適合するところなので、例えばスポーツ用品店だとか、それから福祉用具の、研究開発、あるいは、町の靴の、オーダーメイドの靴の、適合ですとか、そういったところでも私たちの技術というのは活かせるので、どん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 そういうところにも実際に就職をしている、学生も卒業生もいます。はい、はい、じゃあ最後、診療者専門家ですね、はい、他の学科もそうなんですけども、教育面の、国家試験の対策なんですけども、これ教育面のサポートはもちろんですよ、はい、で問題はやっぱりくじけそうになっちゃうんですよね、勉強つらいって、これが一番問題なんで、これを、僕ら臨床経験、はい、僕はサポレーターに11年いたんで、やっぱり臨床現場のことを知ってるから、この苦しみを知ってるから逆に学生に物を申せるところもあるんで、はい、で臨床経験豊富な先生が結構いますから、そういう意味では精神的なサポートも、国家試験メンタルですね、ここが大事なんで、ここを3年生4年生にかけてしっかりサポートしていける体制は整えています。なるほど、はい、じゃあどの学科もサポート体制は万全だと言ってよろしいんでしょうか。はい、よろしいです。よろしいですね。はい、よろしいです。はい、わかりました。じゃああと一つ、これもちょっとよくあることなのかなと思ってるんですけど、その医療系なので、先ほども大学はで臨床があるのはここだけっておっしゃってましたけれども、専門学校がに行くか大学に行くかっていうので迷うのが医療系の子たちの中で多分あると思うんですけど、そこら辺、その専門に行くか大学に行くかっていうところで迷ってる人に対して、大学に来た方がいいよっていうようなことをもし言うとしたら、どんなことがあるのかっていうのってどんな感じですか。
そしたら看護科に行きますかね、はいはい看護の場合やはりあの専門学校も学校数が多いですから当然受験生の皆さんも併願というのは視野に入っていると思うんですね。であの正直言って専門学校もいっぱいいいところありますよ。で3年間で卒業できるとかあとは学費もねあの某私立あの市でやってるね専門学校なんか年間学費18万円とかねそういう話ですから相当まあ条件はいいと思います。ところが一方で大学にも大学でメリットがありましてあのかなり就職には有利と言っていいかと思います。で一部のもう首都圏の大学病院なんかはあの新卒は大卒しか取ってませんと専門学校卒はもうあの採用してませんよという病院も出てきてますね。で当然そういう病院は病棟の看護師さんの中のトップの人、まあ、市長さんとか課長さんという言い方しますけどもそういった方々は大学院の修士課程出てないとなれないといった病院もすでに出てきています。でそういったものが北海道にもどん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 徐々に広がってきておりますので今後もその傾向は続くと思うんですね。そういった場合まずあの就職がまずは有利であるっていう点とあと採用になってからもまず初任給のレベルでも大卒と専門卒ではまた違ってきますよね、うん、初年度からね。そういったところではかなりあの有利にあの就職も考えていけるんじゃないかなと思っております。なるほど、はい、他にある方あと一人ぐらい、はい、行きましょうか。あ、じゃあ診療補助専門学科です。はい、はい、まあ、4年生大学、まあ、石川先生看護の石川先生おっしゃられたようにやはりその上に上がっていくため要するに組織として、はい、組織をまとめる、うん、まあ、あー、なるほど、リーダー役としてはやっぱ専門学校じゃなくてやっぱり大卒を現場は求めてると思うんですね。なるほど、じゃないとやっぱり対お医者さんとか対看護師さんとかっていう、うん、まあ、組織的な交渉になった時にやっぱりそこを見られてしまうっていうところもありまして。なるほど。であと先ほど石川先生言われましたようにやっぱ求人もあの放射線技師長は例えば大卒もしくは大学院修士課程修了っていうところは求められてきてるんで、うん、やはり大学卒っていうのは非常に大事になってきてるんじゃないかと思います。なるほど、はい、じゃあ専門学校より大学の方がいいと、はい、言い切れると言い切れますこれも言い切れると、はい、言い切れますということですね。ちょっと時間の方がもうそろそろちょっと迫ってますんで、はい、まあちょっとそうですね、だ最後にまあお一方ずつ一応その今見てられるその受験生何人見てるか分かりませんけれどもその保健医療あるいはその各学科を望んでられる方にそのぜひうちに来てくれというアピールを順番にしていただければなと思います。じゃあ石川先生から。はい、看護学科本学の看護学科では、まあ、最新の設備とあとは臨床経験豊富な教員陣とで皆さんのことを、待っております、ね、ぜひ看護を目指すあなたの目指す道はこの大学です。よろしくお願いします。はい、じゃあ理学、はい、理学療法学科では、まあ、臨床経験豊富な教員研究に特化した教員などたくさん存在しています。また学生に対するサポート体制 もう十分行われていますので少しぐらいちょっと学力が低いかなでもやりたいっていう方であればぜひぜひ来てほしいと思います。また学科のフェイスブックありますので学科についてはそちらをご覧ください。はい、じゃあ技師総具、はい、技師総具学科のある大学は実は全国で4校しかまだありません。でその中で一番最初にできた大学で今10年を迎えました。その中でどん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 こう先ほど あのアメリカからの、帰ってきた教員もいますし、教育内容も変えてきています。でこの中で一生懸命学生もそれから私たち教員も、成長していきます。ですから皆さんぜひともうちの学校に来て、一緒に勉強しましょう。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ臨床工、はい、臨床工学科では創設以来の工学的な知識と技術を継承しながら臨床工学を広く深く学べるカリキュラムを編成しております。まあ、医学的な知識もそうですけれどもこの5学科あるチーム医療そして医療技術開発にも携われるような道も開けておりますのでぜひ臨床工学に興味をお持ちの方は本学に進学していただければと思います。じゃあ診療補助先生、はい、で我々の学科の教員は、まあ、技師免許を持っている教員が10名以上とそれから博士号を持っている教員が10名以上いますので、まあ、これで、まあ、教育面だけじゃなくてです、ね、将来大学院行きたい、まあ、研究したいという学生にも全面的にバックアップできるという体制を整えていますのでぜひうちの大学学科を選んでください。お願いします。